今お客さん帰りましたね。なんか今ほらあのリスナーがだいぶいないとかゼロ人なんですけど、でも一応減ってるわけだけど、まああの今のものがまあ正確にですね、視聴者数を反映してと仮定してのことなんだけれども、どう言えばいいのか、まああのあまり僕は言うことが不愉快な人がいるから、だからまあ、ということだと思うんだけどね。私はしょうがないだろう。もし、僕言うこと気にならないのであれば、まあ、反論して論争すればいいと思うけれど、それは多分めんどくさいんでしょ。そんなことよりかは、活動とか行動がしたいということだから。だったらそうすればいいじゃないですか。議論が耳だったのか、それはせずにですね。でもまあ、そういうことを省けば、まあ、他人の意見を変えることは無理だと思うけど、僕は。っていうのはつまり、iPhone で放送しながら、まあ、iPad で同時に見ているっていう、なんか不思議なことやってるっていう。何やってるんだっていう。
まあさっき事件について、まあ、僕はですね、信頼関係とか愛情とか仁義とかですね、そういったものは信じないっていうことで、まあ、合理主義だから、合理主義だけが重要だと思っているということだね。まあですから、仲間だとか連帯だとか信頼関係とか、ね、そういうことは信じておりませんので、仁義はないし、仁義というのはないし、何か守るべき信念というのもないから、裏切りとかいうことは最初から問題じゃないというね。だから テキサスってほら今ペンネームはほら花崎瀬之進って言うんだけど、本名は違うんだけど、小川さんって言うんだけど、とかその彼の仲間が言ってるような、まあ信頼が大事だとか、嘘つきは殺すとかですね、そんなこと言っても俺は最初からまあ裏切っているというか、そういう意味では信頼関係とかは信じたことがないんだっていうね、そんなものは食らわないでしょ。私はそういうものは全部否定しております。仁義だとか信念とか信仰とか信頼関係とか愛情同士とか、そういった類のものは全部否定しておりますので、合理性だけは大事です。ということは、だからほら三宅先生がですね、国替えとか言って群馬から船橋に来たんだけど、で、その演説聞きに行こうと思ったんですが、まあ、何回か、まあ、宮光みたいなもの。で、まあ、二目高台に来たから、ある朝。まあ、会いに行ったというか、まあ、握手を求めに行ったんだけどね。その時の、今、宮城さんの顔が少し、まあ、こわばるというか、まあ、引きずっておりましてね。いや、直前になってとか、あるいはその投票する段階になってですね。裏切らないくださいねとか言ったわけだけど、いやまあそれはまあそうですねとか言ってたわけだけど、まあそれは投票はその彼女に今したけれど、だけどまあ当選しなかったとか、まあ未来とかいうことになったってことでは即座に見捨てるっていうことだし、それは躊躇はないよね。当たり前でしょ。そういう信頼関係じゃないからさ、僕はそういう意味ではその小沢さんもその三宅さんを信じてないから、単にその彼女はまあ復讐をやってきた人であるというだけですから、そういう怒りも全くないからさ。だそれでまあ裏切らないでくれとか言っても、何ふざけてんだっていうね、バカ野郎って感じだな。そういうことではないですよ。裏切るとか裏切らないではなくて、現実的な勝算があるかとか、見通しがあるんですかということでしょう。そんな問題じゃないですよね。裏切りだとか信頼関係だとか、そんな食らわないこと言ってんじゃないよという感じだ。何をふざけてるんですかという、ね、まあ、そういうまあ厳しい意見ですね。逆に言うと、皆さんはっていうか、まあそういった信仰が大事な人たちというのは、まあ仁義しかないんじゃないですかという、仁義しかないということは、合理的な見通しも何もないんじゃないかということなのね。まあ、いずれも冷たい意見ですけれど、冷たい意見だけど、まあ、これは別にその、かくまるだとか、そういうことはないし、ね、共産党とか、あるいはその、なんだ、民主党は冷たいとか、そういうところでもないし、ね、要するにそれは、まあ、カルトであるという、カルトだし、まあ、体質的に問題があるということで、どういう問題があるかというと、その、選挙とかの時も、一部の、まあ、小沢派が、僕は共産党関係ないんだよ。関係ないのにも、に関わらずですね、毎回共産党だとかいう、デマを流していたとか。だから、まあ、何でも、まあ、自分と違うものは何でも共産党に見えてしまったというね、
愚かさ加減ですよ。それはツイッターだけでも少し見ていればですね、いやこの人は共産党じゃないなということくらい分かりませんかね。バカじゃないのかっていうね。まあそういうまあ低能なカルトっぷりってのを探しましたけど、ね、恐ろしい者っていうのは。僕は共産党と関係ないんですよ、本当に。何を言ってるんだっていうね。でもまあ類似なことっていうのはいくつかあるんですよね。いくつかっていうかまあそういったことは問題ないよっていうのは、例えば何？フェイスブックでまあ偶然知り合ったその社民党の人はその共産党はなんか路線問題以前にまあなんかそういう人格的にとかその信頼関係的にちょっと一緒にどうしてもやれないんだって言ってたしね。まあつまり正しいかもしれないけどその正論ばっかり言ってて気持ちがわからないとか、いろんなという文句言っていたけど。まあ、あとはその最近のほら、鳩山さんの、まあ、朝日に載ったインタビューとか、まあ、民主党は理論的だけ、理論的かは知らないけど、民主党は冷たいとか、ね。そういうふうに、まあ、そういった部分もどうしても問題されてしまう場合もあるんだけれども、ね。だそういう、今、何個出てきたわけでしょ。つまり、社民党の人が言ってた、まあ、共産党に立つ非難。で、鳩山さんが、まあ、反省して述べていた民主党は冷たいとか。で、さっきのその平沼さんが言っていた、まあ、角丸と支配さんとかね。つまり、まあ、頭良くて、資金力と組織力もあるけれども、近寄りたくないみたいな。それはわかるけど、でも考えた方がいいのはさ、どんなに純粋であっても、資金力も組織力もないんですかっていう、まあ、それだけじゃなくて、まあ、まあ、そういうものはない、単に個人というだけでもいいけれども、他人と議論したり説得したりすることもできないのかということなのね。もしそれもできないんだったら、じゃあどういうことでですね、どうやってですね、世の中に影響を与えるんですかということなのね。ある程度その資金とか組織とかいう基盤を持って、まあ、展開するのか、あるいは、まあ、言論の力で説得するのかっていう、どれかしかないわけでしょ、世の中には。だからそれもどうもできないんだったら、できないと自分で言ってるんだったらね。それはまあ理想が仮になってもダメでしょ。と思わないですか？僕は思うんだけど。で、そしてですね、理想があるとか、お得意だとか、そういうの食らわないこと言ってなくてですね、合理的に考えた方がいいっていうのはですね、だ今日も少しほら、コメントしたり、今、なんかシェアしたりしたけど、稲葉さんって言ってとかね、だから、彼なんかもね、会うとき、世界社会フォーラムかなんかに投稿したときに、まあこういう断りが挙げしていてさ、私はまあある時期から、まあ天皇、昭和天皇のこととかを、広人とカタカナ書きにする立場にありませんっていう、まあ断りが挙げだったけど。まあそれはそうなんだけれども、ね。もともとその批判的な考え方を変えたわけではもちろんないんだけれども。だけど何かをですね、改めたということだし、そこは重要な違いがあると思うんだかね。それはだって世の中の問題はですね、真面目に考えることと、あれ取り込むこととですね、昭和天皇は昭和天皇を広い人と肩書きにするかどうかとかいうことは関係がないから、そんなところでもつまらない美学とかですね、そんなこと言ってもしょうがないということだし。だそういうもの、そんなつまらないことだったらですね、どんどん変えた方がいいという。ことだね。そんなところで、まあ、つまらないことで、まあ、純粋主義になって原則にこだわっていても、それは単に美学の問題でしかないというね。だって世の中と関係ないじゃないですか。もうさ、昭和天皇にとってどう思うかということですらないよね。広い人と肩書きにするかしないかという、そういった美学の問題だから。そんなことをね、こだわってもしょうがないよね。だそういう意味で、またもともとの考え方を放棄するかどうかということじゃなくて、まあ、そういうつまらないですね、美学とかそういうのを捨てた方がいいよね。で、合理的に考えなければダメ。なるほどね。と私は思いますよ。
だそういう意味ではなんか今日のいろんな人に文句を言ってるけど、まあ、自然の、まあ、全部共通してる問題というかテーマは、まあ、合理性ということかもしれないけれどもね。だけど、まあ、僕はもともとそんな合理主義とか合理性とかそんなに強調するような立場でもないんですけれども、だけど、まあ、ネット調べる限りあまりにも世の中あまりにも、まあ、ひどすぎるからしょうがないから、まあ合理性を強調せざるを得ないというかね、あまりにもひどいから、ね、例えばその生命的な自然観の批判とか言ってもですね、普通だったら別に構わないんですよ、それはね、全然ね。そういう考え方、ロマンティックな考えはもっと構わないと思うんだけど、今はだからその、福島のものを食べないとか、みんな移住させるとかいうかどうかっていう、そういった生活を左右するものになっているから、それはですね、合理性がなくてもいいってことにはどうしてもならないということでして、ね。そういうロマンティックな自然観、まあ、アナーキックな社会観とか、まあ、なんかにも、まあ、ロマンティックな歴史解釈にも相続するけれども、そういったものっていうのは昔からあるというか ね。例えばその自然というのは大いに偶然的なものであって、無限に多様なものであって、把握できないみたいな、そういった素晴らしい自然観だけど、まあ、それは素晴らしい自然観だけども、そういうふうに言ったらまあね、それは自然はすごいってことになるけれども、合理的に捉えたり制御できないという結論になるって、ね。で、それに、そういうのっていうのは、まあ、多くの場合さ、詩とかポエムとか、そういったものだから。ね、それ、ポエムはいいっていうかね。で、またその主観的に、まあ、そういう美しい自然を持つのは構わないけれど、そういうことと、まあ、まあ、原発を制御して、その、みんなが被爆しないようにするみたいな、そういったことは、分けて考えないといけないし、別にその、科学的とかいうことが抑圧的になるとか、水俣病のケースがとか、チェーノブイリがとかいろいろあるわけだけれども、それはあるけれども、だから大規模に避難させるかどうかっていう大きなことだと、そういう政策的な判断ってやっぱりそういう合理性を基準にせざるを得ないんじゃないかっていうね、それ以外の基準があるんだったら教えてほしいっていうか、多分ないと思うんだけど、僕は。じゃあなんかよくわかんないけど、まあその科学的とかいうことが抑圧的になるから、その根拠とか理由はわからないけれども、まあみんなバーッと数万人数十万人避難させますよとか、強制移住させますよとか、そんなソビエトみたいなことできるのかっていうね。できないでしょ。そんなことやれないですよ。ね。だからそれはなるべくまあ人々を被爆させないようにという配慮は必要だけれども、そんな合理的な根拠もなしに、そんなことはできないですよね。まあ、個人が移住するんじゃなくて、その政策的な判断としてはね。できないです、それは。まあ、そこはね、そんなこと無理をね、言ったらダメだよ。僕は思いますね。合理性、科学じゃなくて、まあ、個人の判断によって、個人でやってくれっていうことでしょ。悪いけどね。水俣病のケースが違うべきか、それは分かるけれども、うん、だからそういうことも考え合わせながら、まあまあ、最大限合理的な判断をしなければ、ね、ダメでしょうね。いや、僕は分かんないけど、まあ、民主主義的とか、あるいはその科学的、合理的って言っても、参照しないとすれば、どうやってですね、まあ、福島、まあ、原発周辺とか、あるいはその東北とか東日本とか、そういった大規模なものから、数万人、数十万人以上の人々を避難させるかどうかということを判断できるんですかということになるね。まあ、例えばその、監査の方を読むと、まあ、例えばだけど、まあ、最悪の場合、首都圏も含めて全員避難しなければならないという、数十万人、数百万人という、数千万人分からないけど、まあ、その最後の試合もあったけども、まあ、そういうふうに緊張したけれども、そこまではいかなかった、回避できたんだというふうに書いてたけど、まあ、確かにそうなっていたら大変なことですよ。で、彼もですね、もしそうなっていたら、どうなったのか、日本社会大混乱、東京がどうやってその数千万人と避難させるんだみたいな、ね、膨大な人々の避難、疎開、いろんな、例えばその国際的な賠償とか、それに限らずいろんなもの。で、党内を避難するとしても、払いきれないとか、ね。
だそういったらどうすればいいんだというふうに思ったらしいけど、まあ、あの現在どうかは分からないけれど、とりあえずその最悪のシナリオというのは回避されたんじゃないかという話だけれども、でもし仮にそうなっていたら、本当にさ、東北だけじゃなくて、東京も含めて避難が必要だったかもしれないけれども、まあ、今はとりあえずそうではないということになっているのであって、でそしてですね、危険性とか、それはまあ合理的に考慮するしかないからと僕は思うんですよね。まあ、それは個人とか運動としてはいろいろあるけれども、まあ、世の中全体としてはまあ合理的に判断するしかないからと僕は思うの。そこはね、しょうがないじゃないですか。他に判断基準ないんだから、悪いけど。僕はないと思いますよ、悪いけど。冷たいけどね。と私は思うんですよ。だから同じですね、その東北に住んでいる人、政治家とか活動家っぽい人でも意見分かれてるんですよ。福島からこれも避難するべきだっていうその社民党系の人もいれば、いや、その福島に住んで復興できるんだっていう、福島のものもあなたが食べてくれみたいな人もいるし、そういう場合、まあ、個人の判断じゃなくて、まあ、社会全体の判断としてはですね、やっぱり科学性とか合理性とかに訴えて、まあ、決めるしかないんじゃないでしょうか。それはもちろんね、誰でもその命は守りたいというのは、それはみんな同じですけれども。だけどね、それはそうなんだけど、みんなの生活ということもあるからね、それ全部滅びていいのかっていうのは、すごく疑問に思わなきゃいけないよね。ですから、そういう意味で、意見が分かれている問題っていろいろあるけど、例えばその、瓦礫の問題もそうだけど、まあ、僕はこうしようということは、自分の意見はそれほどはっきり言うほどの根拠はないかないんだけれども、まあ、なるべくですね、みんなが納得できる合理的なことによっては決定するしかないと思っている。それ以外ないということで、思う私は。ね、まあ、その合理性っていうのは、他のあらゆることに関してもいるわけですよ。ね、一つは、まあ、蓋然性が非常に低い判断をしてしまうのか、決定してしまうのかということだし、ね、まあ、それは共産党がどうのということから、あるいはそのアメリカのテロが政府がやったんじゃないかみたいな、そういった想像に至るまであるわけだけれども、で蓋然性ということも考えざるを得ないしね、まあ、あとは理想とかいうことを考えるとしても、まあ、そうだね、まあ、理想とともに心中するんですかっていう、ね、それ集団レベルでも個人レベルでも、一つは、まあ、どう言えばいいかな、まあ、確かに真偽とか真実とか、真実であるかないかとか、正義であるかないかとか、善悪とかなんとかは、多数決の問題ではありませんね。そして、真実で多いかどうかが別に正義かどうか決めないんだけど、だけれども、例えばその世論調査とかなんかの数字って客観的に読まないといけないっていうね。自分の意見を支持するように読んでしまっていいんですかっていうことですよね。だから、昨日出たその統計からは、高校生の中で、いまだその6割が、まあ、自衛隊は違憲だと思ってるけれども、それでもその自衛隊は違憲ではないと判断する人が、倍増したんじゃないかという結果だけどね。これをその報道機関の報道姿勢が悪いという、そういった問題にしていいのかっていう。ね。それ、救助の解釈はどうかとか、正義はないかということと別に、日本社会の変化ということも、それはリアルに認識しなければいけないから。そういうことについて、いわゆる現実を否認してですね、いや、世論調査そのものがインチキだとか、あるいはその報道機関が悪いという話すべきなのかっていうね。いや、僕はそれは違うと思うんですね。いや、仮にその救助を守りたいと思うとしてもだよ。そういうふうに、まあ、今ある数字とか、
何か否認していってもダメだろう。それは日本社会の趨勢というのをつかみ損ねることになってしまって、例えばあのその誰だっけ、まあその誰だっけ、その球児の高田健さんかが言ってたり、そのああ朝日を非難するとしてもまあ朝日にはまああのひょっとしたらまああの震災の後の自衛隊の出動がその高校ってとかなんかにまあ好印象を与えてんじゃないかというそういうところをしてるけれども。そうかもしれないという要因もまあ考慮しなければですね、現実の世の中っていうのは変わらないんじゃないですかね。まあ仮にそれに批判的だか肯定的だか別にしてだよ、うん。震災で自衛隊が出動させられて、で、関東に感謝してるって言ったけど。で、それでまあ世の中の人たちもそれを見て、まあ自衛隊4人の傾いたという可能性もあるわけですよ。ね。そしたら増えたという可能性もあるわけよ、大きにね。だそういう可能性があるんだということを考慮しなければ、護憲とかあの自衛隊とか憲法といってもあのだってそれは認識が大事ないわけだから、ね、その場合朝日新聞はおかしいとか世論調査そのまま認識だと言っていてはそれはね認識にならないですよね。まあ、自衛隊というのはあの、まあ、今のところはね、今のところだったら多分今後そうだけど、災害救助隊ではないから、だからそうすると、どうしてもその震災出動ということだけじゃなくて、防衛的なことも問題になるけど、それだってまあ、ある程度、リアリズムで考えなければさ、国際関係の緊張はどうなっているのかとかいう情勢で考えなければね、僕は保守派ではないんですけど、ないけれどね。いや本当に中国が脅威だと思っていても多いわけじゃないですか。で、本当に脅威かもしれないしね。あとは領土問題に関してもどう決着されるのかってね。それに関しては、昨日だっけ、もう言ったかもしれないけれども、意見はいろいろあるけれど、とりあえずその領土問題があることを認めて対話という姿勢を取るのが政府とやったら大事だと思うということでね。そういう人のことはいろんな意見あるだろう。僕もまだ調べてないから、これ以上言えないけど。とりあえず、その規則とかなんかに関して、学問的にまた歴史的に正しい決着をするということとか、あるいはこの正義として望ましい方向を模索するというか、それだけじゃなくて、実際的にその政治家の知恵としては、棚上げということも含めてさ、なるべく緊張を生み出さないような、とりあえず、両論もないことを認めて対話した方がいいっていう、ね。そういうことにならざるを得ないよね。でそういうこととも関連して、自衛隊に関しても、いや本当にその自衛隊、その自衛隊と、セキュリティの問題というのも考えなきゃいけないしね。その場合どうしたらいいのかって昔から議論あるわけですよね。いわゆる丸腰論とか、あるいはだから当時、昔はだから中国じゃなくて、ソ連がそう活動的国だったわけだけども。だけど丸腰論とか、あるいは仮に、攻められて占領されたら、非武装の国民が全員ですね、抵抗すればいいっていうような議論から、これは小林説の憲法第9条極み紳士の議論だけどね。それはそういうことすべきだっていう決意はわかるけれど、現実に考えてみてくださいよ。ね。あんまりいないけど、攻められてきて占領されたとして、国民が全員、ゲリラ的にっていうか、その暴力かどうか分からないけど、実力で抵抗しようとすると、必ず弾圧されるだろうとか、それで犠牲ってのはどこから出るのかとか、ね、だからそれは憲法学者とかなんか理想的にですね、道徳力で勝利するんだみたいなこと言っても、そんなことできるのかっていうね、できないだろう、道徳力で勝利とかいうのは。だそういうふうに、ある意味では、リアリズムも考えなきゃいけないしね。で、そういう、小林説とかなんかは冷戦期だけれども、今は違うわけですけど、ソビエトも崩壊して、ロシアとかになったし、で、そのロシアは一応資本主義国ではあるけれども、でもね、その場合の国際関係っていうのは別にその社会主義か資本主義かってことはあんまり関係ないというか、ロシアになってもまだ緊張関係って少しあるし、ソビエトの時代はこうじゃないけども。
まあ、中国依然とチャールズということで、ね、でそういうことに関して、まあ、あんまりですね、自分の主観的な願望に目をくむらせないで、悲観的にも楽観的にもですね、こうしていくことが、平和な部屋を現実に作る道ですよということをね、言わなければね、ダメだね。で、それは何個かその考え方をというに申し上げたけど、まあ、例えば今紹介したような、丸腰論とか、あるいはその、もし占領されても、国民全員が非武装で立ち向かう、抵抗するという意見に関して、皆さんどう思いますかね。もちろんね、最初からその戦争とかいうことを最大限回避すべきではあるんだけどね。だ万が一の場合、そのみんなが抵抗すればいいというようなことでいいのかっていうね。そんなことは考えた方がいいよね。考えないよりかは。保守であろうと進歩というか革新であろうと、まあ、そういうことに関して具体的な検討をして、まあ、多分これで大丈夫だろうというような、多分こういいんじゃないかということを出さなければダメだというか、丸腰になればいいとか、占領されても国民が抵抗すればいいでしょうみたいな、ね、だそれはだって現地占領されてないから、まだソビエト、アメリカに占領されてない、ソ連に占領されてないからさ、ね、言えることであって、一つ考えてみましょう。45年にアメリカから占領されたから、じゃあ日本国民がですね、実力で抵抗したんですか？してないでしょ、先生。なんか歴史的に見ればそれはしてないんですよ、そんな抵抗とかいうことは、アメリカに対して。で、45年にアメリカに対してしなかったものが、今後別のところだと、ね、抵抗するとかいうことは、合理的に考えられないでしょ。違いますかね。だからそれは、あれでしょ、まあ、要するに、まあ、小林の空想でしょ。そんなこと言うくらいだったらですね、まだしもですね、占領されたらそのままでいいですよっていうようなことの方がまだしも成立だね。いや、僕はね、何かの意見を支持してるわけじゃないよ。そうじゃなくて、まあ、こういうことをですね、一切考慮しなくていいんですかっていうことなのね。だから9条という理想だけ守れば、それ以外のことを一切考えなくてもいいんですかっていうことだよね。どう思いますか？いや、僕は考えた方がいいと思うよ。なんかこういう防衛的なことに言及すること自体が反動的であるみたいなことはですね、やめた方がいいね。だからそういうことだと多分一部の、まあ、ウルトラ理想主義者しか説得されないな。自分は死んでもいいですみたいな。占領されても全く構いません。もし外国が占領されたら、自分が立ち上がってディルスタンスで弾されてぶっ殺されるか、あるいは何もしませんみたいな、いう人たちばっかりだったら、それは理想主義的な意見は通るけれども、それなければ通らないな。で、そしてこれはですね、空想なディベートとか、レトリックとかなんかではなくて、ね、そういう形式問題ではなくてですね、そういうことに不安感を持っている人が多いっていうのは、単に錯覚とかないからじゃなくて、ないと思うか、僕は。それはだって、いかにまあ合理的に考えると、それは僕だって不安だからさ。ね。というのは別にその、救助さえあればいいとか、丸腰でいいとかいうふうに思わないっていうことだね。だから別にいきなりさ、その占領されたいというのは極論だけれども、今現実の国際関係はどうなっていて、でどういうことがいいのかという、ね、まあ、それについて、まあ、ちゃんと考えなければ、まあ、国民にアピールする議論にならないし、さらにはもっと手前の問題だけれども、
そもそも、まあ、国民とかいうタームそのものをですね、倫理的に多分必要では全く話にならないもないもん、まあ、それでそもそも議論できないっていうね、だってその国民党に言っちゃいけないんだったら、ナショナリズムだからというね、だったらそもそも議論できないしね、まあ、ね。で、国民というふうに口にしてはいけないったら、一体どういう言葉で議論するんですか？でしょ？だそういう今、一つ一つ現実的に考えていかなければね、まあ、国民とか有権者の人々が、まあ、これだったら大丈夫だよと思って安心できるような方向を出さないと、まあね、憲法を守れないでしょうということだね。だそれはまあ、一つは理想主義的には、まあ、いわゆるまあ、これは古代中国からある議論だけども、まあ、いわゆるまあ、王道ではなく波動っていう、これは孟子だけど、孔子孟子の。だけれどもね、まあ、そういう理想を目指すって言ったらさ、まあね、皆さん、まあ、共産党でさえ言ってるわけだけれども、まあ、それはそれいいけれども、まあ、そういったまあ、人っていうかまあ、人愛とか、あるいはまあ、波動ではなく王道、ね、ということを言うとしても、まあ、それは現実化する方法とこを言わなければ、というのは、例えばその古代中国においても、そういう孟子の助言っていうのは全然受け入れられなかったから、儒家の、ね。その場合の中国の古代のまあ君主というのは別にさ、特定の思想ってことはもちろんなくてさ、まあ、単にはリアリストだけど、そうするとさ、道徳で統治した方がいいというふうに、儒教の人たちからまあ説教されてますね。そんなこと言われてもねえということで、もう終わってしまったということだったけど。だからまあそうならないためには、まあ、波動ではなく王道っていうとしても、ね、実行可能なさ、方策を出していかなきゃね。権力者の方針、あるいはその国とか政府の方針として実行しても、対価ないっていうか、それでまあ大成功しなくても、まあ、国が滅びたりしない程度にはまあやっていく持続可能な案がなければ、それはその波動なく王道ってこともそれはできない、もちろんね。だからまあさっきのほら白石さんのですね、まあ、理想を捨てた現実主義なのかと、現実別体の現実主義で交代に次ぐ交代で止めどもないとかいうことだけどもさ、そんなこと申しましてもまあ実際にまあそういうまあ左派的な理念に照らせば今交代状況というかその交代戦であることは間違いないしね。でそういうふうにまあ理想とか理念を変えたずうずうべったいの現実主義とか言っても、でもまあ現実状況にないことは誰もできないと思うから僕はね。よくまあ人物金というけ、人物金というけれども、その資金力も組織力もないんだったらどうするんですかっていうね。まああるいはその資金も組織もないけれど、説得できるような、他人を説得できるような理念とか、あるいはまあまともなロジックがないんだったら、でさらにどうするのということなんだ。僕はここでそういうことに関してですね、まあ抽象的な意見を展開する気はなくてですね、ごく常識論なんだけど、まあ物質的な条件、またはその制度的な条件がなければダメだということ、それはまあ人物金とかね、それに限らず、まあ、合理的な言説、言論とかいうことになるけど、そういうもの条件がなければ、いかに熱い感情があってもいけないのではないかという。そうするとね、だから問題はその角丸を非難するということではなくてね、むしろ、
今正確にその角丸の資産とか知らないけど、その程度の組織力とか資金では多分ダメだとか、もちろん理論もダメだけど、ということを考えた方がよくて、それはある程度存在してるけれども、一部でしか存在できないということですから、日本社会は大規模に変えられないから、それでは。そうするとですね、角丸は資金も組織もある、で、黒田幹事の変な理論もあるとか、そういったことではなくて、ね、そういうことではなくて、もう少し別のことを考えた方がいいっていう、ね、角丸が論とか言っても共産党もっとすごいですね。すごいけど、その共産党ですら今は大きな勢力ではないっていうことでしょ。大きな勢力ではないというか、つまり日本社会は少し存在してるけれども、今は残念、最後に言うと、その共産党は、まあ、確かに野党であるということですもんね。確かに野党であるということだから、ね、で、それに比べ、そういう共産党に比べても、その角丸というのはさらに もっともっと小さな勢力だから、そのものに関してその資金力や組織力があるとか、あの黒田の理論があるとか、ノーと言ってもしょうがないっていうことでしょう。まあ、特にその黒田幹事長の理論とかでも今誰も相手にしてないわけでしょ。菅秀美とかを除けば、だからそういうものと比べて、俺たちはその資金力も組織力もなくて、理論もなくて頭も悪いけれども、だけど 理想はあって純粋だみたいなことは何の自慢にもならないから、もちろん角丸がいいってことじゃないですよ。もちろんあんなもんダメだけれども、ね。資金もない、組織もない、理論もない、認識もないけれども、俺たちは理想がある。これはダメだということね。何か見ていくと、その角丸がいいってことはもちろんないですよ。あれは問題外なんだけどね。で、その理想だけあればいいわけではないということに関してですね、例えばその社民党はどうなのかというのは、まあ、それはまあ難しい問題だから、それは僕は答えられないというか、確かにまあ理想はあるけれど、現実的には厳しいということは共通しているけど、でも社民党はですね、僕の見る限り、そういうまあしょうもない人たちとは違うから。病だけどね。だってそれ社民党の政治家とか、なん、まあ、関係者とかそういうのがね、の野間がちょっとなんか俺とか言ったからっていきなり急なしたりしないでしょ。そんなバカなことは、ね、したしないでしょ。そんなバカなことしないから普通の人は。だからそういう意味ではその社民党は、だからそういった人たちに比べたらはるかに大人ではあるけれど、だけどまあ高い理想はあるけれど、純粋主義だけれども、今はかなりまあ組織的にもものすごく厳しいとかいうことで、資金的にもまああの社民党はまあ赤旗を売ってませんから、そういう意味でもまあ政党助成金はあるとしても、まあ資金的にも苦しい、組織的にも苦しい、いろんな意味で苦しいけど、まあ高い理想はあるけれど、どうすればいいのかという、まあ非常に苦しいところですよね。ただそういった問題はですね、さっき僕が言及したような人たちの、まあ、しょうもない意見とは違うということで、つまりね、資金力も組織力も認識もないけど、理想があるんだとか、そういうことは違うからね。普通違うから、そういうことは。ね、だからそうすると、まあ、そういうことは度外視すると、まあ、あの、まあ、そろそろ何、8時過ぎというか、言う人もあるんだけど、まあ、まあ、僕の兄に考えて、まあ、今から秋とか今年多分大事だと思うことは、あの要するに今ね、共産党さんは独自の組織があるから、だから多分まあ僕なりの誠意って僕なりの考え方では多分社民党か民主党かということが一番ですね、大きな、ね、もしかしたらあの僕たちがまあ相対的な支持をどんどんやめていくと、その社民党もっと厳しくなるかもしれないっていう、もうそういう懸念はある。でも他方ですね、憲法を守る、つまり今立憲主義を守りたいという時の選択としては厳しい問題があるよね。そこではまああのもう4月でしょ、選挙も間がないから、まあ、あとはその4月に全部決まらなくても、まあ
年内とか来年とかって、まあ、短期的なことは多分ね大事だと思うけど、そういう中でまあね、あの やむを得ないっていうか、まあ苦渋の選択しなければいけないっていうね、僕に限らずみんながということだけども、ね、まあその場合のまあ妥協すべきはすべきじゃないかっていう大きな分かれ目っていうのはやっぱり理念とか思想を守って社民党支持か、それともまあ憲法擁護のためにはということで、まあね、そこは涙を飲むのかという、ね、そこはですね、まあ、一番難しい選択だと思いますけどね。私の意見ではそれが一番重要なことだと思うんですよ。一番重要なことはつまりあの自民党支持とか橋本徹とか慎太郎とかそういうことではない市民にとってはですね、で要するにその憲法を守るためにはどうすればいいのかというのが一番重要な課題でしょう。ね、その場合にやっぱり迷うところだというのは理想とか理念とともに心中するのかというのが一番大きなところ、ね。まあそれはだからまあ社民とか民主党かということじゃなくて、まあ、憲法論で言えばだからね、9条とかあくまでこれはあるのか、あるいはそれとももう少しまあ立憲主義というような大枠で捉えるのかということだけども。だからそれは理想をあくまで重視して守るのかどうかっていうのは、さっき言ったその高校生の意識調査に関する態度も表れてるのね。だからその意見だと考えない人が倍増したとかいう報道は絶対にまあ許せないという高田健人もいるわけだけど、まあそういうことと、まあそういう世論の動向に屈服はしないとしても、そういう変化もあるんだという技術をまあリアルに認識するかという違いもあるよね。まあ、それはだからまあ理想を放棄するかどうかということではなくて、まあリアリズムとかまあ客観性とか合理性の問題じゃないでしょうかね。だってここであくまでもその調査は捏造だということを言い続けるんだったら、あるいはその報道機関が間違いだと言い続けるんだったら、それはまあ現実を否認しているということだから、それでは多分僕は憲法は守れないし、あの9条だけじゃなくてもっとね、ひどい会見が待ってるんじゃないかという、ね、いわゆるその近代国家的なまあ根幹をが揺らぐような、ね、まあ戦闘会といっても、まあ、現在の天皇とかなんかを見てもいきなりそういう天皇が 超独裁になるってあんまり考えられないんだけど、考えられないけれど国民とかまあ個人に対する国家のプレゼンスが増えていく傾向っていうのがまあね、増えていく傾向になってしまうんじゃないかという、ね、その国民主権問題に関しても、国家基本的人権に関しても、まあ、それはその個々のまあ自民党改正案の個々がどうなのかとかね、ここは問題だという、その個別のことも細かく見ないといけないけれども、まあ、それかもしね、そういう改憲が実現された場合は、まあ、そう個別のことだけではなく、全体的にそういう、国家の、あるいは国家権力のまあ個人に対する、あるいは国民に対するプレゼンスが、とか干渉が強められる傾向がどんどん加速するんじゃないのかという懸念がですね、大きいですよね。で、そうすると、まあ、その一環として、まあ、救助も変えられてしまうということになるんじゃないかというね。で、そうすると、だからね、まあ、憲法の、まあ、いろんな要素、例えばその、国民主権、基本的人権、平和主義とかいうのも切り離せないという意見は正しいんだけども、正しいけれども、なんか、そこでね、多分戦略論を間違えるとですね、まあ、そういうこと本当に全部ダメになってしまうんじゃないかっていうね。だからまあ ラディカルな在野の在野というか政党ではない在野国の在野を度外すると、なんか僕が思う一番大事な問題って多分そういうことじゃないかという、まあよかれやすかれ共産党さんはしっかりと組織があるから、これからも当面ずっとそれでやっていくだけど、まあリベラルとか中道の人たちはその社民党と民主党の間でもものすごく
迷わないといけないし、さらにその憲法問題でも、まあ、どういう訴え方をすれば、その憲法が擁護されるのかということも考えざるを得ないというのは、まあ、考えざるを得ないというのは、例えばその、世論調査の数字も直視して、こういうことになっているというふうに見るとか。まあ、そういってもともとの自分の考え方を放棄しなきゃもちろんいいけれども、どういうようなあのアピールだと、まあ、みんなが耳を傾けてくれるんでしょうかとかね。だからその土曜日にもその大木さんと話したけど、その5月とかまあ憲法記念日だから、集会でもいっぱいあるわけだけれども、だからそういう場にですね、護憲派しか来ないとか、同じ意見でもともと憲法9条、至上主義の人しか集まらないとすればですね、有権者ってそうじゃない人いっぱいいるわけですから、だからそうじゃない人たちとのまあ対話とか討論の機会がなければ、でそういう人たちにも憲法変えてもいいという国民とか有権者との対話が成り立たなければ、うん、これはかなりまずいということだよね。だから5月は憲法記念日だけれども、意見が同じ、ご憲法だけで、まあ、自分たちの信念を強化しているだけでは、あの、大変なことになるという。ね。だからそこは、まあ、そういう純粋主義的な、あるいは超理想主義的な、まあ、ことというのは、少しまあ、改めるというか、別に改めなくてもいいけど、少しまあ、控えて、ね。少し別のやり方を取った方が、まあ、7月とかそれ以降とか、憲法を擁護したり、立憲主義を擁護するためには多分有意義だというのが私の意見です。だからそこから、あの、だからさっきも書いたように、まあ、相対的に、民主党寄りの意見をだから最近統合するようにしているというさ、それ僕自身の意見の態度が出てきているわけだけれども、ね、それはね、あのもちろんその民主党がないものも素晴らしいということではないですよ、ないけれども、まあ、とりあえず、まあ、基本的な何個かの方向性、例えばあの立憲主義の擁護と、まあ、それからまあこれは、まあ、菅さんの言葉では脱原発依存ということだけはですね、そこだけは期待してもいいんじゃないのかということで、逆に言うと、まあ、それ以上のことは、いいという、ね、それは私の判断ですよ。まあ、議会制度ってどこもそうではないけれども、特に民主党さんは、あのいろんな、まああの、今の政府に抗議しているいろんな運動とイコールではないから、それ分かってるわけですよね。そこはまあ共産党さんとか社民党さんとは違うところで、それ民主党イコールではないわけですよ。で、そのことは私もよく承知していますから、まあ、それそういうことを別にね、批判したりとがめるつもりももちろんないわけですって。ね。ただ、私はまあ、まあ、憲法、立憲主義の問題と、まあ、脱原発への方向づけが多分、すごく重要だというのを思っているということですもんね。ね、まあ、それはだから、まあ、ちょっと待ってね。今上がるから。だからそれ以外のことっていうのもいっぱいあるわけだけど、例えばその TPP とか税金、消費税とかね。まあ。だけどまあ、だけどね。あるけれど、まずあの、運動側のというか、あの、ね、運動側のというか、まあ運動ことは知らないけど、まあ少なくとも僕個人の意見が、客観的に妥当かどうかそれは自信がないから。ないから、だからそこは全部こうしてくれというには言えないから、ね、そんなことは言えませんから、ね、
だからまあ TPP とか、なんだ、税金だけじゃなくて、まあ、もう少し別のあれで言えば、例えば、経済成長に関してもね、そういうアベノミクスみたいなもそれに対する、まあ、今その経済成長というのは時代遅れという意見もあるわけだけれども、あるけれど、だけど、一つは、高度経済成長のような、そういう経済発展とか経済成長はそもそもできないということと、だけれども、その可能なその日本経済とか日本の産業の生き残りを、まあ、政府としては考えざるを得ないという、両面があるわけですから。ね、だからそこでは、まあ、経済成長イデオロギーに単に全面反対であるということだけでは済まないわけで、そうしますとね、江直さんが書いていたような、まあ、ちょっと経営者的な、こういうマーケティング世界市場戦略みたいなものが、妥当なのかどうかっていうのは僕は判断できませんけど、判断できないけれど、ね。ね。それは政治家とか経済人とかいろんな人が、まあ、大体こういう方向だったら多分大丈夫ですよということは、提起し返さざるを得ないから。そうするとそれはね、経済成長主義、経済成長絶対主義、医療技という、まあ、カウト宗教みたいなものなのか、それともその真逆の、まあ、経済なんかどうやっていいという、また別の反対に狩るとかという、両極端ではなくって、ね、持続可能というか、人々の生活とか何か、ある程度の経済生活の、まあ、ある程度可能なような、そういった対極的な、まあね、ね、そういった絶対経済成長主義でもなくても、ね、もう、成長なんか全然しなくてもいいということでもなくて、選択可能な、大体この子だといいだろうという、ね、ことを出していくしかないっていう、ね、ことですよね。で、こういうことをだから申し上げて、だから、私の印象では、だからまあ、ね、まあ、視聴者今2人しかないけど、そういう人たちには伝わったと思いますので、そろそろ今日はね、このくらいにしようと思いますので。